ヤシマは、香川県高松市東部にある一地区で、高松市役所ヤシマ出張所の管内。ヤシマ中町、ヤシマ東町、ヤシマ西町の3町からなる。かつては、全域が、木田郡ヤシマ町として存在し、1940年2月11日に、高松市に編入された。地区の中心に観光地で、高松市のシンボルである、ヤシマが存在する。 片本駅周辺地区を中心として隣接する小高松地区と一体化し、八つある高松都市圏の地域拠点の一つを形成する。地区は高松市北東部に位置し、山岳、八島を中心として小高松地区から瀬戸内海に半島上に突き出た島である。人口は2010年時点で2万1563人。 世帯数は9229世帯で2010年までの10年間では減少傾向にある。面積は10.44平方キロメートル、人口密度は1平方キロメートルあたり2022.51人で、これでも高松市の平均の約2倍の高さであるが、八島地区の場合は、地区の中心に位置する山岳、八島が多くの面積を占めているため、果樹内面積は、 非常に狭く、事実上の人口密度は非常に高い。高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが、都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。地区の中心には標高292.1メートルの山岳、屋島が位置し、南部はそのふもとに張り付くように住宅などが密集している。 その土地のほとんどが古代の干拓地か戦後埋め立てられた塩田土地でかつては山岳、屋島のみが位置する平地が非常に限られた島であった。埋め立てが進み市街地化した南部に対し半島上をした屋島の先端にあたる北部は断崖絶壁、長崎の花に代表されるようにほとんど開発がされておらず山の斜面がそのまま海に落ち込む。 本来の姿が残されている。県道150号八島停車場八島公園線を利用することにより、北部の麓を周回することができる。地区は、埋め立てが進んだ現在でも、本土とは独立した島であり、相引川によって本土部分の小高松地区と隔てられている。その総院川は、水調整のための水門が設置されるまでは、淡水と海水が混ざり合い、 干潮時には東西へ潮が引いていく光景が見られた。なお、八島西町の内矢座桃石は、総院川を越えた、旧国道11号までが範囲で、逆に、小高松地区の高松町の内矢座横山は、総院川を越えた、その他、旧新浜園田、古浜園田の埋め立て地である、八島西小学校や、県営八島団地のある地区も周囲が、潮入り川で隔てられた島である。 香川県の典型的な平野の特徴として、この地区でも八島山麓に沿うように渇水対策のため池が多数存在する。八島西町には長池などよく知られた池も存在するが、特に八島東町には小規模な池が多数存在する。南独で望む八島地蔵寺で望む八島地蔵寺の門前で西尾根を望む八島東町の眉みの裏は、自称。 呪影の乱な八島の戦いの舞台となった古戦場であるが、山口県下関市にも、同音の段の裏が存在する。下関の段の裏に対して、八島の真みの裏は、段の左側が、土辺でなく、木辺であり、加えてどちらも、源平の古戦場であるため紛らわしく、しばしば両者が混同されることがある。高松市のシンボルである八島は南北に細長く、 日常的に高松市民は山の上が平たい屋根のような形を見慣れている。しかし、屋島の麓であるこの屋島地区やお膝元である小高松地区からは細長い屋島の断面を見るような構図になるため平べったいとか細長い印象はほとんどない。また、地区から見える屋島の南端は頂上付近の崖がむき出しになっており、 地区民が日常的に見る八島の景観は大多数の高松市民のそれとは大きく異なっている。高松市本町地区、阿治地区、北島は会場を隔てて隣接。この地区はその名が歴史上に広く登場する歴史の重要な舞台である。地区中央に位置する山岳、八島には、天智天皇が築いた古代山城、八島城や岩神によって改装した八島寺があるほか、 地区東部の真みの裏は、那須与一が、扇の的を射抜いた古地で有名な源平合戦、八島の戦いの舞台となっている。詳細は、八島町を参照。1940年2月11日に、高松市の一部となる。高松市への合併に伴い設定された町名のうち、区域は、合併前の大技、すなわち1890年の町村制、施行前における、 自然村の区域をそのまま継承したが、名称は、東方元八島中町、西方元八島西町、八島八島東町に改称された。合併から1年後には、太平洋戦争に突入し、八島地区でも八島神社参道が、聖地拡張されて、飛行機の一区場所となったほか、戦争の末期にあたる1945年春には、 隣接する小高松地区に本土決戦に備えた緊急用の陸軍八島飛行場の建設が開始される。この緊急用飛行場は結局使用されることはなかったが、同年7月4日の高松空襲の際には、この八島飛行場を狙ったと思われる空襲が失敗し、八島山城の死死令岩部分が被爆した。戦後になると片元など、 現在の地区の大部分を占めていた仕様だが、イオン交換膜生園法の普及でそのすべてが埋め立てられ、その広大な空き地は、宅地や公共施設用地などに利用されるなどで高度、経済成長期には、八島地区は高松市有数のベッドタウンとして人口が急増した。高松市編入以前は、八島町を参照高松市の平均と比較して第一次、産業及び、 第二次産業従事者の割合が、やや低く、第三次産業従事者の割合が、やや高い。八島西町、八島中町には、住宅地が多いため住宅地の間を縫うようにわずかな、だが存在する程度である。それに対し八島東町には、住宅地が少なく、八島の斜面に張り付くように農地が存在し、麓の平地にも存在する。また、明治初期には、 ヤシマの木々を利用した林業が多く行われ、長崎花港、石場港、立石港から規範線によって木材が積み出しされていたが、2005年の林業従事者は2人にまで減少した。また、ヤシマ西町の浦西集落は、浦西漁港を中心とした漁村であり、漁業従事者も多い。地区全体の漁業従事者は2005年時点で34人であり、郊西地区や、 下笠河崎地区とほぼ同数である。地区内は土地が狭く、その土地の多くが住宅地として利用されているため企業の立地は少ない。周辺に立地する企業の多くは小高松地区に位置する。ベッドタウンという性格上住宅地が多いため、近隣商業が中心である。大型ショッピングセンター、パワーシティや島は、地区内は元より隣接する小高松地区からも集客が、 ある。2007年4月19日にショッパーズモール、ヤシマトに、西村ジョイヤシマ店が開店し、中四国際大級のホームセンターとなった。主な商業施設、主な企業大学小学校、中学校幼稚園、保育所、主な行政施設、公共施設、ヤシマ西町と、ヤシマ中町は、バスか鉄道の利用が可能であり、特に片本駅周辺や、琴田で島ヤシマ駅周辺は、 公共交通機関には非常に恵まれている。それに対し、八島東町は公共交通機関が鉄道、バスともに脆弱なため自家用車での移動が中心となる。高松市中心部に向かうには、地区中心部の場合は公共交通機関の利用のほか、それ以外の地域でも自転車による。しかし、高松市内の他の地区に向かうにはその地区の 公共交通機関が脆弱な地区が多いため、やはり自家用車での移動が中心になる。国道主要地報道、一般県道指導八島西町に位置することでん方、元駅を中心に市街地を形成し、道駅はことでん、指導線の中では、河原町駅に次いで利用客の多い駅である。JR 高徳線に八島駅が存在するが、地区内に存在しないばかりか、 ヤシマ地区の中心からは、離れた場所に位置するため、同駅は、事実上小高松地区の中心駅となっている。ことで市戸線の駅のうちことでん駅、小高松駅はいずれも小高松地区との境界付近に位置するため、中心駅とはならないが、ヤシマ、小高松両方の地区民が利用する駅でもある。琴電地区内を通る一般バス路線は2線あり。 前線が JR 高松駅発で、地区内では八島西町のみを通る。その内浦西線は琴電、河原町駅を経由し、香川県道155号群れ中心線を路線とするなど、人口密集地を経由した後、新川で八島方面に向かうが、八島大橋線は高松駅から高松高沿いに直接八島方面に向かうルートを取る。 浦生線の終点は、浦聖、八島大橋線の終点はその一つ手前の、健康ランド前である。浦生線は1日わずか3往復のみである。その他、JR 八島駅からは、こと八島駅を経由し、休止した八島ケーブルの代替路線として、八島スカイウェイを通り、八島山上へ向かう路線バスが運行されている。こと バスケーブルテレビ地上波テレビジョン放送小高松地区の前、田山の大規模送信所高松局を受信する。デジタル放送であるので一定の電解強度を確保すればゴースト障害やちらつきは起こらないため一本のアンテナで高松局の受信が可能である。過去のアナログ放送においては八島東町の群れ地区との境界付近では 大規模送信所に近すぎるなど電解強度が強すぎて、良好な受信が困難であったり、八島西町の浦西集落では、山岳、八島の山院となって、高松局が良好に受信できなかったりする場合がある。ため、高松局以外を受信するが、岡山局を受信すると民放は両県を一つの放送対象地域としているため問題はないが、NHK は各県を、 放送対象地域としているので NHK 高松が視聴できない。そのため、各南視聴地域に設けられている NHK、高松専用の中継局を岡山局と合わせて受信していた。これらの場所ではアンテナを複数設置し、以下の表の岡山とそれ以外の一箇所を合わせて受信していた。ラジオ放送 AM 放送 FM 放送県外派。ありがとうございます。